生放送じゃないから、はいはいはい、やばい話があったらいくらでも後でカットできるんで今回はですね、第1回チキチキゲームチャリオット YouTube 企画会議。 YouTube はこの前収益化を、時代の流れに沿ってやったんだけど、で、まあ、ゲーム動画、まあ、ブレイブルだったりビシデだったりっていうのを、まあ、ご意見が挙げてると思うんですが、まあ、天の声からせっかく収益化したんだったらなんかいろいろやってみないっていう話を、言われたんで、まあ、今回に関しては、じゃあ各店どういうことができるのかというのを、相談、この場でね相談するつもりで、まあ、この場を設けてもらったんですけど、俺からすればこの4名が集まるの自体はチャリオット創設以来レアじゃないってことでそうだから、せっかくだからこの場自体をね、会議からネタにした方がいいんじゃないかってことで、この企画会議自体を録画するところから始まってます。これ生放送じゃないから緊張してもらわないと構わないし、やばい部分とかの、例えばさっき言ったピー音とか、なんか SE だとか結構ギリギリの話とか全然問題ないんで、喋ってる。ただ、一応この4名の共通してるのはやっぱりギルティギア出身っていうところがあるから、今日はだからモニョモニョ店長とかでモニョモニョ主任とかじゃなくて、まあ、カプセイかな、まあ、ブッパーだったり、ワイスだったり、両足だったりプレイヤーネームプレイヤーネームですか、パキュンだったりっていう感じでやっていこうと思うんで一応流れとしてじゃあ軽く説明しておくとね、でこの後は自己紹介で、まあ共通のゲームがギルティギアなので、まあギルティでは主に何使ってたら、であとは、そのギルティの第一線から退いてから、まあ、どういうゲームを今までやってきたかっていうのを軽く、その後は、店舗ごと、そしてもしくは人ごとに YouTube でアップできそうな題材とか題材のゲームとか、例えば辰巳だったら両太氏が鉄拳士目指しますよみたいな、本当に自分がプレイヤーとしてやるんだったら、多分自分の得意なゲーム、アーケードゲームで普通にプレイ動画を上げるみたいな。もうこれ、天の声では、天の声を言ってたんですけど、名場視点で、その、ハトとスタッフの裏で戦ってる動画とか、いいんじゃないとかいうのが、ですから、もう、なんて、本当、テンポの裏側を見せるような、まあ、それはそれで別に身内ネタっぽいけど、ありかなっていう感じがするんで。何でもいいんじゃないと、その倫理的に問題なければ何でもネタにしちゃうみたいな。で、あとは、まあ、これですね、だから表には言えない闇の昔話をする表にできないじゃないんですか。いや、表にできないんですけど、その闇具合によるからですよ一番こう、多分その辺の話を掘り出したら果てしなく出てくるのは多分ダントツでブッパーだと思う。で、あとはこれ結構重要、ゲームセンターを出会うきっかけ、チャギョットに入るようなきっかけ、はい、大体こういう流れです。じゃあまず、自己紹介から、いきましょうか。じゃあ言い出しっぺの私から、録音ボタンしてるんですか。え、録音ボタンもうさっきからずっとしてるよ。え、あ、もう始まった。あ、始まってるよ。何言ってるの。説明だけだと思う。説明がずっと始まってる。説明が終わってから録音ボタン P だと思う。いや、違う。はい、自己紹介いきまーす。